いやー、40分経ったんでね。40分方式やってんのよ。すごいな白ひげは。全盛期白ひげかける能力だったら本当に作中最強クラスかもね。でもロックスがいるからな。ロックスがもしかしてあれなんだろうな、あれがロジャーとガープが戦っての出来事なのか分かんない。でもやっぱりロックスが作中最強なんだろうね。カイドウ、ビッグマム、白ひげを、白ひげとビッグマムを従えてんのがすげえよな。もう暴力で従えたんだろうね、単純なもう力だけで。まああと D だからっていうのもあるんだろうけど、ロックスやばそう。ロックスの逸話見たいな。ロックス復活しないかな。やっぱ復活しないのかな、ロックスは。でもソウルの力の関係でなんかできそうだな。面白いな、チェンソーマン。田舎も都会もネズミは殺されるって、なんかそういうのにあるな。別に田舎だからって安全じゃないっていう。ネズミも畑の中のネズミを犬に食い殺すみたいなことを喋ってて、別に田舎も安全じゃないよ。
おでんが処刑ってそもそも和の国鎖国国家だから情報が出ないんじゃない。でカイドウは何か言うかな。でも言わないと思うな俺は。それだけは言わないと思う。2年前に初めてシャンクスが聞いたっていうのはなんかちょっとありそうだけどね。2年前の小競り合いでカイドウがなんかシャンクスにね言ってそうだな。なんかでも絶対カイドウは白ひげとなんかもしぶつかるときは絶対言わないと思う。あやばいね。シャンクスくらいだったらさすがにおでんはなんか殺してやったよくらいは言いそうだけど、白ひげだったらね、そんな別にいいだろうって多分濁すだろうね。危ないから普通に滅ぼされるのでね。うん、上陸されたら負けるから普通に。単純にちょっと前の勢力だと多分だいぶカイドウ弱いよ。あでもナンバーズがめちゃくちゃ強いと思うから、でもやっぱり強いんじゃないかなカイドウも。やっぱりいっぱい言ってるけど、でもカイドウは四皇の歴としてはシャンクス四皇は多分ビッグマムカイドウシャンクス黒ひげだと思うんですよ。カイドウは何年前でも結構前から四皇とは言われてるんだろうね。でもそうかな、何年前から言われてんだろう。まあ2年前では確実に言われてると。当然6年前くらいか、シャンクスが四皇になってからも言われてるっぽいから分からねえな。まあでもやばいな。あんだけ置いて赤犬をさ圧倒してたわけじゃん。だいぶ圧倒してたよね。怒ったらもう全然手がつけられなくなってたよね。やっぱりさすがの赤犬も最初の時だったらね、まだ白ひげが理性ある時だったらふんみたいな感じで足でやってたけど、なんかもうエース殺したって関係ないよって言ってもうブチギレてボコボコされてたね。でもあれ死にかけだからな。だから多分4個やっぱ止められないね大将じゃ。うん、止められないわ。まあでもあれはロジャークラスだから、ロジャークラスだとやっぱガープ戦国式とか、ガープ戦国式ロジャー白ひげが多分やばい。強さ的に言ったらこいつらがマジで強い。でビッグマムもだいぶ強いんじゃないかなやっぱり。だから今のビッグマムもやっぱ強いんだろうね。その覇王色とかのレベルはまあ四皇クラスっていうかそれでも十分すごいんだけど、あのロジャーとかのクラスとかロジャーとかがやっぱりその一個上かちょっと強いのがロックス。やっぱりロックスなんじゃないかなと思います。
ロックス映画でやってほしいね。めちゃくちゃ面白くなりそう。じゃあ次もっと面白い映画出るでしょ。ロックスのさ、ゴッドバレーの戦いみたいな感じで。俺それやったらまた売れると思うな。まあでもその内輪乗りになっちゃうけど、ロジャー最大の敵みたいな感じで。でも始まり方結構大変だよね。ガープが階層に入んのかな。ポン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 みたいな感じで。いやーおもろそうだな。絶対映画やった方がいいじゃん。ゴッドバレーの戦い、それだ、最高じゃない。俺原作だともうゴッドバレーの戦いなできないのかな。小田先生やっちゃうのか、あとあと。でも描写する場面がいやないでしょう。ゴッドバレーの戦い一応先生が映画用に残しておいたのかな。今年も面白いのもっと作るよっていうので。すごそうだね。小田先生がまた監修してね、超面白いの作るよ。まず、もしゴッドバレーの戦いが来たら、まあ、スタンピード超えるよな。もしね、スタンピードめちゃくちゃ面白かったけど、まあ、余裕で超えるよね、面白さ的には。やばいやつオールスターだから。でもビッグマムとかめちゃくちゃでかいぞ、あれ。すごいなんか美形だけど、あれ7メーターくらいあるよ、多分。いや、7メーター後半はあると思う。で、今、太ってもっとでかくなってると思う。8メーター80で。白ひげより身長高いんですよ。あー、でも8メーターあるかもな。身長でかいとさ、ちょっと頭1個分の差がどれくらいかわかんねえからさ。でもやっぱり7メーター後半だと思うな。俺の見立てでは。めちゃくちゃでかい。白ひげよりでかいから。ビッグマムは。で、今68歳でも全盛期っぽいな、ビッグマム。身軽じゃなくなったけど、その分パワータイプになってる気がする。あの巨体で、ふーんってもしパンチされたらやばいしね。そもそもルフィとギアフォースでやった時もさ、あれ別に覇気で受けただけなんだよ、ほぼ。肘でやっただけでパンチしてないんだよ。だからあれで思いっきり覇気でパンチしたら、やっぱルフィもやばかったのかもね。うん、マジでよかった。ビッグマムが手抜いてくれたおかげでね、肘で受けるだけでね、まあ、格の差見せたかった。ほんと格の差だったけどね。すごいやっぱ衝撃が出てたのかもね。すごい覇気まとって、やっぱルフィも一発解除だからね。別に解除しなくてもいいじゃん、あれ。故意的に解除したのかわかんないけど、さすがにやっぱダメだったんだ。ダメージをやっぱ受けすぎたんだろうね。ダメージ性なのかわかんないな。ね。じゃあ一回やめます。